絶対実現できない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラは2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。ジェラ、エネルギーを新しい時代へ。株式会社ジェラは日本最大の発電会社として CO2 排出量ゼロに挑戦するセリーグ公式戦のタイトルパートナーです。エコスマイルは今後オフサイトコーポレート PPA 活用による農夫連携落ち着きソーラーシェアリングにも着手し、2025年度末までに国内で100メガワットの開発を目指していきます。皆様、今日もバンテリン東京名古屋にご来場いただき誠にありがとうございます。ここからは球場内のエンタメを推進、ドラ星のお時間です。シャオンです。ハオンです。シアドラゴンズ2022ほぼ3名パネルを持っているのがカレンさん、そしてお人形を持っているのがピアスさん、そしてクリアファイルを持っているのがホーカさん。賑やかにこのメンバーでお受けしてまいります。ではまたパオンマスコット PR タイム。今日はどんな意味が込められているのかわからないが、今日もリーチだ。シャドウ16日から17日スワローズ戦では、そうだ、その2連戦はいよいよだ。ファイナルシリーズ2022を開催、そうなんです。ぜひ皆さんご来場をお待ちしています。そんなファイナルシリーズの16、17日、そしてその前、13、14日のベイスターズ戦では、立浪監督のボブルヘッド付きチケットを東京発売中となります。これです。あ、そういうことね、ボブルってそういうことだよね。はい、東京発売中、監督の背番号73番にちなんで限定7300枚も発売ですが、残りワンカも聞いています。ぜひ皆さんお早めにお買い求めください。そして9月17日金曜日はご来場された方全員にクリアファイルをプレゼント。ファイナルシリーズ2022のオリジナルです。高橋プロと投手、根尾明投手、そして小林裕樹選手のデザインが残されています。この日限定となっていますので、皆さんゲットしてください。このファイナルシリーズのお知らせ中心でした。さあ、では今日も恒例となりました、パオロ今日時間あるからたっぷり使って紹介、何でしょう。はい。